NACA Presents 西戸明子のコミュニケーションアカデミー。この放送はポッドキャスト、ボイシー、YouTube でお届けしています。9月17日火曜日になりました。おはようございます、西戸明子です。皆さん3連休はいかがお過ごしだったでしょうか。私は NACA 西戸明子コミュニケーションアカデミーの、頭文字を取って NACA なんですが、この NACA のマスタークラス第4期の授業がみっちり3日間あって最高に心揺さぶられまくった週末でした。もうね、あと発表会まで間近なんですよ。日がないんです。東京は9月21、22、今週末ですね、土日、東京田町にあります産業振興センター、こちらの小ホールで、そして京都が9月29日日曜日、京都市国際交流会館ココカという会場で開催いたします。もう残り東京1週間切ってて、京都も2週間切ってると思ってたら、昨日ね、こんなニュースを読んだんです。毎日新聞のオンライン版ですね。タイトルは余命2週間の19歳、楽しいこといっぱい、家族と果たした約束。香川県の竹川さやねさんという女性、彼女は5歳の時に国が指定する難病にかかったそうです。それで香川県から鹿児島や大阪の病院へ通って治療を続けたんですね。で、中学生になったら病状も安定してきて楽しい学校生活を送っていたのですが、今度は中学2年生の時に白血病になります。それが分かった日はご家族5人一緒にリビングに布団を敷いて寝たそうです。その後通信制の高校に進学するのですが、高3の時に再び白血病再発されます。で、19歳になるとね、ついに余命2週間だと宣告されたんです。で、楽しいことをいっぱいしたいって話すさやねさんの夢をみんなで叶えようって、ご家族はお花見をしたり、お友達呼んでバーベキューパーティーを開きます。そして2週間となるその日を超えることができた1週間後、日帰りで初めてのディズニーランドへ行ったそうです。さらにその後成人式を前もってお祝いしたそうです。そして余命宣告されてからおよそ3ヶ月後、ご家族はさやねさんとのある約束を果たしました。白血病やさまざまな合併症に向き合う女の子と支える家族、仲間との触れ合いを描いた絵本の原画展を開催するっていう夢です。なんとお母さん、そしていとこの女の子が絵を描いてくれて、その本が出版されたのが2年前だったんですね。ね、モデルはもちろんさやねさんです。原画展の開催が実現した時にはもうさやねさんは動くことができなくて、ほぼ一日中眠っている状態だったそうですが、写真や動画でその様子は伝えてもらったそうです。そしてその展覧会開催中のある朝、呼吸が弱くなっていき、ふーっと一息つくと静かに旅立ったそうです。お母様にはその表情が19年の人生を生き切った、そんな表情に見えたそうです。またお母様はこうもおっしゃっています。みんなに支えられてさやねはたくさんの夢を叶えることができた。どんな状態になっても自分らしく生きる人生を諦めない。そんな強い意志を娘の姿から学んだと。さて、皆さんはこのさやねさんのお話を聞いてどんなことを感じていらっしゃるでしょうか。私はさやねさんの生き様がマスタークラス4期生のみんなと重なりました。実はこの3連休最終発表会に向けて一人一人スピーチをしてもらったわけですが、本番だと思って準備をしてきてって私は言っていました。もっと言うと、これが人生で
自分の思いを伝えられる最後のチャンスだと思って喋ってほしいって。暑苦しいでしょそう伝えてました。魂のスピーチを聞かせてくれって。だからもう総勢何名だろうな、スピーチしてくれた人数は40名近かったんじゃないかと思いますけれども、まあ、半分以上が涙を流しながらスピーチをしてくれました。自分が今まで逃げてきたこと、見つめた方がいい、向き合った方がいいって分かってたけど見ないようにしてきたこと、本当に自分が生きたい人生を生きるためにもうそこを避けては通らない、むしろその恐れの中に入っていくって。だからもうみんながね、いやもう怖いって、怖い怖いって言い合ってました。例えば何が怖いって、シングルマザーで母一人息子一人で支え合って生きてきた、そんなお母さんが自分に大切な人ができたっていうことを思春期の息子に伝えるのが怖い。もう何十年も会話がない、そのパートナーにもう一度やり直したいと、あなたとコミュニケーションを取れるようになりたいと伝えることが怖い。自分は子供の頃からずっと我慢して生きてきた、自分さえ我慢すれば家族はうまくいくんだって。それなのに自分がいざ家族を持って生まれた子供は本当に奔放で自由に生きている、ずるい、私にはそれができなかった、愛するはずの我が子が、愛しているはずなのに羨ましくって抱きしめることができない、そんな自分が許せない。みんな一人一人真剣に人生を生きようとしてます。もし夫に自分の本当に思っていることを伝えて会話をすれば、もしかしたら私は実はもう離婚したいって思っていることに気がついてしまうかもしれない。そうなったら私は一人になってしまう、怖い、だからそこには触れず、なんとなくなんとなくただ一緒に住む、そんな夫婦関係を続けている、向き合うのが怖い、そうやって後回しにしてきたこと、そこに今みんな真剣に向き合ってます。だからこの3日間で一番繰り返された言葉は何だろうと思うと、まだ1週間あるよ、まだ2週間あるっていう言葉だったんです。すでにこの3日間でのスピーチはどれも素晴らしいものでした。だけどあと1週間東京発表まであります。京都まであと2週間あります。まだいける、もっといける、あの人もこの人もみんな頑張ってるから、何なんだよお前らって言いながら、仕方がないから俺もやるよって大阪に帰っていったある経営者の方もいました。そうです、経営者の方もいれば主婦の方もいる、税理士さんもいる、音楽関係の仕事をしている人、ファイナンシャルプランナー、半導体の会社に勤めている人、小学生や中学生もいます。学校って性別が分かれていたり年齢で区切られていたりするのが当たり前と思っていましたが、もう最近その概念が崩れ去って、この学びって何歳でもできるんだなって思ってます。年齢が違う、立場が違う、職業が違う、価値観が違う、そういう人たちが一緒に学んでるからこそ
そんな考え方もあるんだってもう驚かされ続けています、お互いに。それでも共通していること、それは真剣に自分の人生を生きようとしていることだ。私はそう思ってます。怖いよ怖いよって言いながら、涙を流しながら、あなたならできるよって言い合って、この3日間の講座は終わっていきました。これは私からマスター4期生への、そして今この時代を共に生きる皆さんへのエールであり、またお願いです。皆さんぜひマスタークラス4期生のみんなのスピーチ発表を見てやって、聞いてやってもらえないでしょうか。もちろん参加は無料です。会場にぜひ来てください。オンラインでもご視聴いただけます。知らない人のスピーチなんて、まあ普通はあんまり興味がないかもしれない。でもマスター生のスピーチを聞いてもらったら、人間っていいな、みんなこんなに真剣に生きようって頑張ってるんだな、きっとたくさんの勇気や希望を感じてもらえるんじゃないかなって思うんです。マスタークラスに参加してくれている小学生のゆめちゃんに聞いたことあるんですよ。みんなのスピーチ聞いててどう思うって。そしたら、大人っていろいろあるんだなって思ったって言ってました。そうです、いろいろあるんです。でもそのいろいろが不思議なことに自分ごとに思えてくるんです。そうそう、今回マスタークラス、まあ、第4期ですけれども、ちょっと今まで以上にすごいことが起こってます。それは何かというと、多くの受講生さんが家族や大切な人を呼ぶって言ってるんです。もうこれは今までずっとみんなに勧めてきたことなんですけど、いやもうそんな恥ずかしいことできないと言って、こう多くの人が拒否してたんですよね、これまで。でもそんな中でも勇気を出して呼んだ人たちはもう口々に言うんです。呼んでよかったって。そして呼ばなかった人たちは口々に言うんです。呼べばよかったって。そんな先輩たちの声を聞いてるから、マスター4期生はお父さんお母さん奥さん旦那さんお子さん家族を呼ぶって。だから本番は本当は誰もが求めているはずの大切な人との心が通い合うコミュニケーションがいっぱい生まれると思います。一人一人のお話は7分、ショートムービーを見るようにそこには多彩な人生が語られます。こちらは無料の発表会ですが、ご案内やまた URL ですね、YouTube のライブ配信で見ていただきますけれども、その URL などをご案内させていただくためお申し込みをいただいています。皆様ぜひぜひ会場に、またオンラインで見てください、聞いてください。あなたのこれからの毎日が輝くお話がいっぱい出てくるはずです。自分らしく生きる人生を諦めない。今朝は19年の人生を生き切った香川県のさやねさんのお話と、自分らしく生きる人生へのチャレンジを続けているマスタークラス4期生のお話をさせていただきました。マスタークラス第5期は10月12日スタート。今受講生の皆さんを大募集中です。早期割引の第2弾も開催中。自分を生きよう、もっともっと自分を生きよう。 NACA Presents
西戸明子のコミュニケーションアカデミー、今日も暑苦しい西戸明子でした。それでは気をつけていってらっしゃい。